風船をあげよう。ああ、君か。君もここに来ていたんだな。ボート？ボートなら向こうの湖に浮かんでいた。乗りたいのか？マスコットの馬だそうだ。目がキラキラしていて可愛らしい。そうか。なるほど。確かに人がいっぱいだな。君は僕を捕まえるのが上手だな。それはできない。君の手は小さくて柔らかい。力を込めたら壊れてしまいそうだ。彼らも同じことをしていた。手をつないで行ったり来たり。カジノではなさそうだが、みんな楽しそうだ。ああ、楽しいのはいいことだな。ここは広いな。空がよく見える。
そうか。ほら、君のだ。君はこれが欲しかったんだろう？さっきからずっと見ていた。これでお揃いだ。お揃いはいいな。とても仲が良さそうに見える。君と仲良しに見えるのは嬉しい。なぜそう思うのかわからないが。昔こうしてあげたことがある。うん、誰に言ったか。君にか。そうか、君じゃないのか。あの雲は丸まった猫みたいだ。猫はいいな。ずっと眠っていても起こされない。風が強いな。ここは涼しくていいな。寒いのか？君にしがみつかれるのは新鮮な感じだ。もっと僕で暖を取ればいい。
これでもう寒くないか。ああ、わかった。それじゃあ、さっき会った人に出口を聞きに行こうか。怖がる。君は何が怖いと感じるんだ？ああ、けじめをつけろと大勢に囲まれたり、銃を向けて大声を出されたり、街中で知らない人に刺されたりすることか。君の？怖くはない。失って惜しいものなんてない。だから怖さは感じない。僕には価値がないからな。その辺に転がっている石ころと同じだ。僕の命にもっとかけがえがあれば、もっとスリルを味わえるのに。残念だ。怖がることができる君が僕は羨ましい。ただいま。あ、チーズは嫌いだ。うん。ああ、多分。いただきます。君、起きてくれ。目が覚めたか。動かないでくれ。動くと落としてしまう。寝ぼすけな君にプレゼントだ。ああ、子供たちと作った。
好きな人にあげるといいと言われた。君はいつも親切で優しい。君に世話をされるのは好きだ。君は花が似合うな。もっとよく見せてくれ。壊れてしまった。残念だ。押し花？なぜ残しておくんだ？もう壊れてしまったのに。君は不思議なことを言うんだな。大切にか。ずっとうなっているな。お腹が空いているのか？あのハート柄のシャツか？ボタンがなくて着やすそうだ。ゆったりしていて、そのまま寝られそうなのもいい。買うのか？キラキラ光って、とても綺麗だ。ずっと眺めていても飽きない。勇気。君なら大丈夫だ。自信を持っていい。そうか。君がそこまで悩みながら選んでいたのは、相手が大切だからか？君には大切なものがたくさんあるんだな。僕との思い出？わからない。大切な人、大切な思い出。
僕には何もない。残念だ。あればきっと楽しめるのに。僕にとっての大切なもの。知りたいなら近づいてくるといい。君にとって僕が何より特別になるように。夕飯はペペロンチーノではないのか。あ、悲しい気持ちだ。ああ、そうだな。冷めたカレーは美味しくない。いや、ほら、口を開けてくれ。あんた、君もよくやってくれるだろう。ルーがこぼれる前に早く食べてくれ。ちゃんときれいに食べられたな。お利口さんだ。なぜだ？褒めるときは頭を撫でるだろう。あとは確か口を拭くんだったな。おや、食事の時いつも君がしてくれるだろう。
そうか。ほら、おかわりだ。あーん。ああ、起きていたか。君とデートがしたい。僕の手を握っているといい。暗いところは怖いんだろう？暗い家の中を歩いたとき、君はずっと緊張していた。いや、特には。僕はタバコが好きだ。魚に餌をやるのも、ペペロンチーノも好きだ。君はいつも僕にいろんな質問をする。それは僕について知れると嬉しいからなんだろう？僕との思い出？僕のタバコはどこかに行ってしまったんだ。だから別のタバコをあげようと思った。あ、それは。ロマンチック？と、君が眠っている間に言われた。ああ、わかった。何でもよかったんだ。この渇きが紛れるなら何でも。
いや。こっちが君のだ。ああ、気に入ったか？ほら、君も吸ってみるといい。大丈夫か？タバコとは違うが、これはこれでうまい。こうすると喜ばれた気がする。わからないな。僕はいつも、今も君を困らせてしまうのに、君は僕のことをずっと気にしている。それは君にとって僕が大切だからか？僕は君にもっと大切にされたい。君が失いたくないと強く願うほどに。君から大切にされると僕自身の価値が少し上がるような気がする。コイン一枚よりも軽い僕の命でさえも、いつかはかけがえのあるものになるかもしれない。
君を知れば、君も僕の大切になるのだろうか。誰にも見せたことのない君を僕に教えてくれ。なあ。お姫様のティアラらしい。君に幸せを運んでくれると、そう教えてもらった。なんだか顔みたいになった。わかった。痛いよりは熱い方がいい。さあ、どうだったか。キッチンにはいつも人がいたからな。いや、家事をするのが仕事の人だ。覗いていると、いつもクッキーをくれた。そうだな。キラキラして、金と欲が飛び交っている。大きな水槽に魚がたくさん泳いでいるんだ。バーでは酒を出してもらえる。とても大きな家だ。いつもたくさんの人がいる。ああ、親切にありがとう。わかった。いや、
右目と額が残ったなと思っていただけだ。特には君のは左目だった場所だ。ああ、このペペロンチーノは好きだ。ありがとう。ああ、ちゃんと冷まそう。どうして嬉しそうにしているんだ。そうか。くじ引き。僕も同じだ。これはいいものなのか？全部表。ああ、構わない。悲しそうな顔をしていた。このゲームで勝ちたいんだろう。君は笑っている方が可愛い。
あと2回だ。早く次を投げてくれ。とても嬉しそうだな。うん。こっちだ。最後に乗ろうと話したんだ。弟と妹と両親と、それが僕たちの最後の思い出になると、そう言われた。これにしよう。手は僕の肩に置いた方が乗りやすい。昔こうしてあげたことがある。うん。誰に言ったったか。難しい顔をしているな。僕は君のことを大切にできていなかったか。僕にも大切なものが増えるといい。君はそう言っていただろう。だから君でやってみようと思った。君の言う大切にするという感覚はよくわからないが、君は僕のことを知ると嬉しそうな顔をしたから、さあ、わからない。僕はギャンブラーなのか？
君にとって僕が大切なら、そうだな。僕の中でも君がもっと大切な存在になればいい。そうすれば、僕はきっと君を失いたくなくなる。次はもっと君と楽しいギャンブルができるはずだ。君が僕の大切な人になる日が楽しみだ。